えと今年はあの、まあ、地方選挙が2つありましてその後参議院議員選挙が予定されておりますえそこで、えーまあ、参議院議員選挙がそのまま行われるかそれとも衆議院を解散してですね、まあ、消費税の問題もありますし衆参、えー、同時選挙になるかなんていうのをですね盛んにニュースなんかで議論されてますけどもテレビとか新聞でも議論されてますけど馬鹿らしいですね本当馬鹿らしいですよ だってですねまあこれも前回のブログでここでお話ししたようにですね、えー、人間っていうのは人間の社会とか生活っいうのは小さいことと大きいことがあるわけですよね、えー、小さいことがくだらないことではないんですね、えー、お母さん方はですねお母さんというのは非常に立派なんですよお母さんの仕事が一番立派なんですね世の中で一番立派な仕事はお母さんの仕事ですからねしかしお母さんは、えー、今日は えー、あの子は、えー、トイレが自分で行けるようになったかしら、えー、トイレに行った後ちゃんとお尻を拭いたかしらと、えー、まあそれ大切なんですねそれがそれから、まあ、いろいろ心理的なものとかそういったものはもう子供を育てる上じゃ大変だしそれからどういうものを食べさせるかっていうのも大切でですね、えー、スーパーで考え込んでものを買うわけですがこれが一番大切な仕事なんですよ。 今日本はですね男女共同なんとかとか男女不平等とか言ってるのはですね偏見があるわけですその人自身に差別感があるんですよつまりですねサラリーマンの仕事ななんてくだらないですよまあ大学の仕事もくだらないっちゃくだらないけど、まあ、大学の仕事の方が若干ね僕はまあ50歳までサラリーマンでもう一生懸命やりましたけどそれは世の中のためになろうと思って研究をやりましたが、まあ、くだらないっちゃくだらないんですよ それはお母さんがですね、えー、赤ちゃんを見るのとどっちがくだらないかってっそれは僕の方が絶対くだらないですよ。まあ学校の先生になってからはですね若い人教育しますから、まあ、ややお母さんのレベルに近づいたんですがそれはまあ赤ちゃんを教育するのとですね育てるのと大学生を教育するのそれは大学生教育する方がくだらないそれは間違いないですね。だからまあ今の女性は何だか知らないけどくだらない方くだらない方っていくんですよ。 これはねがが差別感があるんですよアメリカでですね日本,日本の着物を着るのは差別だっていうんですよ。なんで差別って言ったら日本人の方が劣るからだっていうんですよ。だから日本人の方が劣るのでっていうまず差別感があってしたがってアメリカの女性が日本人の日本の着物を着ると差別だと言って騒ぐわけですよ。これはちょうど黒人のことを書くと差別だっていうのと一緒ですね。 黒人をもともと差別しているので顔を黒く塗ると差別だって言うんですよこれね全部もともとが逆転しちゃってるんですねだからその大きなことを大きなことっていうか小さなことと大きなことって価値観は違うんですよ全然関係ないんですねだから例えば衆議院議員選挙参議院議員選挙って同時にやるかどうかなんてもう全くくだらないことで議論もする必要ないんです ここれはまあ細かい政局のことなんですね一番大切なのは現在我々は投票権を失ってるってことなんですよ。憲法違反状態ですよね。小選挙区比例代表制。第1東京都議会選挙で落ちた人がですね、えー、衆議院議員の比例代表制で受かって参議院だったかな受かるわけですよ。いやこれはね東京都議会と衆議院議員とどっちが上にあるって言うんじゃないですよ。 えっと東京都の政治と国の政治とを比べると国の政治の方が高度なんですよ。これは別にあの差別感じゃなくて高度なんですよ。だから高度のものをやる例えば大学生には大学生のことを教える小学生に小学生のことを教える小学生がくだらないことをやってるんじゃなくてレベルは大学生の方が上だっつってるん,んですよね。<laughs> 全然違うわわけけけでですすねだかからあんなのはすおかしいわけですけども現在のし 小選挙区比例代表制ってのはそういう結果になる制度なわけですね。憲法はもちろん、えー、大議士を選ぶ。つまり、人を選ぶわけですね。ところがもちろん何度もここで言ってますように、小選挙区制っていう自体がもう党しか選べないんですよ。党っていうのはですね、何の力もないんです。国民と切り離されてますからね。ですから、党議拘束っていうのも嘘ですよ。これは私が親しい河村さん、名古屋市長がいつも言ってることですね。党議拘束って一体なんだと。 選挙で選ばれてるんだから一人一人の人が判断するわけですよ大議士なんですからねそれがわからないっていう今のねやつがあるわけですよですからまず選挙自身がおかしいんですよまず第一にですから衆参同時選挙だって何ってないんですだから2つ目はね党が1つしかないんですよあの自由民主党しかないんです共産党っていうのはねあれ名前虐殺党に変えなきゃいけないんですね それとも共産党自身がソ連とか中国とカンボジアとは違うんだ、北朝鮮とは違うんだということをですね、何らかの言葉か実証化でしなきゃいけないんですよ。えソ連は2300万人の国民を殺しました。共産党になってから。もちろんそれまではそんなことありません。中国は共産党になってから6700万人が殺されたとされています。カンボジアは共産党になってから 六百万人の国民のうち三百五十万人が殺されました。まあ、北朝鮮はまあ報道される通りですね。つまり今まで地上に現れた共産主義のほとんどが虐殺するんですよ。国民を虐殺するんです。ですから日本にいる今の共産党が虐殺しないということを実証されるまでは日本共産党と呼ぶべきじゃなくて、日本虐殺党と呼んだ方がいい。だからこれは党ではない。 非合法ですよねそりゃ人を殺す国民を殺す党なんていうのはもともと非合法ですそれから立憲民主党からなんかんとか民主党自由党とかなんかいっぱいありますが、えー、ここ、えー、3年ぐらいの盛りかけ問題から3年ぐらいの国会の論戦を聞いてますともう党とは言えないですね人のケチをつけるケチ党みたいなもんですからねだから自由民主党以外は虐殺党とケチ党しかいないんですよ だから、虐殺党もケチ党も党じゃないですよね。ケチ党ってのはケチをつける党ですよ <laughs>。政策なし。だから南シナ海で中国がどんどん作ってて自衛隊機を飛ばさないと。そうすると我々のガソリンは200円を超えると。全然議論しないんです。全然議論しない。トランプ大統領が出てきてかなり外交は変わってきたけども安倍さん任せ。それから アベノミクスがうまくいかないうまくいくったってですねこういう方法でやればうまくいくんだっていう方法を提案しないとですね野党の意味はないんですよ政策がないんですから政策がない党なんですあっちゃいけないんですよ昔はね何でも反対っていうのがありましたけどダメなんですよね何でも反対なんて党があるから日本の政治はダメになっちゃったんですよねやっぱり党っていうのは政策があって政策と政策をぶつけ合わせなきゃいけないわけですよ教育問題だって いじめをどうやってなくすかやっぱりこういう方法であればこういう欠点もあるああいう方法であればこういう欠点もある欠点だけど続いたってどうにもなんないわけですね財政状態も必ずしも良くないじゃあ財政状態を良くするためにはどうしたらいいのか単に福祉福祉って言ってりゃ票は稼げるかもしれませんが福祉を出す人が必要なんですよ私ねなん教育の無償化とか福祉の無償化とやたらと腹が立つのはですね 全部無償化じゃないんですよ。税金化なんですよ。えー、っとですね。女の人はよくね。無償化ちょって言うともらえると思うんですよ。僕はね、男性ですからね。出さなきゃいけないと思うんですよ。だって。無償化あったら誰かが出すからあのもらえる人がいるわけですよ。出す人の立場になってくれって言うんですよね。鳩山さんが出すわけじゃないんですよ。この前鳩山さんが出すわけじゃない？って言ったらなんでここで鳩山さんが出てくるんですか？って言ったから。 畑山さんはなんか月々1600万円をお母さんからもらってたんでしょだからそういう風うにもらうんだったらいいわけですよ身内でだけどもこの誰かが払うんですよ太陽光発電なんか全くあれ小敷きですよねだって太陽光発電はコストがかかって今の電力費石油とか石炭とかたく電力費がずっと高いんですよその分を人の金で当てるんですよそれを補助金という名前ついてるんですけど それは人の金ですよだから太陽光発電を屋根につけてる人は「私は小じですよ」っつってるんですよ。その人がね儲かるっつってるんですよ。儲儲かかるるっっててあななた何言んんの人の人金を取れば儲かるよと <laughs> そういうい感じなんですねでまああの選挙というのを同時にやるとかやらないとかいうことよりかですね日本の政治がこれほどダメになっちゃったんだからまずはそれを立て直すそれはもう 衆参同時選挙とかそういう桁の話じゃなくて、もう少しでかい話なんですよね。やっぱもう少しでかい話をですね、我々はまず片付けてから、衆、ま、参、あ、同時選挙の議論をしてもいいと。そうじゃなかったらもう全然気合いが入りませんね。